今回はねガムについてということで動画を撮っていきたいと思います。まあ、僕ね実家に住んでた頃、まあ、決まって行、まあ、ってたね、まあ、散髪屋さんではね、まあ、中学生以下だとね、まあ、サービスとしてまあガムがもらえたんですよね。はい、でまあ僕そこ以外でね、まあ、ガムってね食べた記憶がないんですよね。はいまあ、だから まあ最後に言ったのは中学3年生の時だと思うのでもう9年以上はガムってま食べてないですねはいでまあまあガムってまあ結構その美味しいんですけどね、まあ、わざわざなんか買ってまでねまあ食べようとはまあ思いませんねはいだもしかしたらもう一生ガムをまあ食べる機会はないかもしれないですねはいまあ だまあ、結局、今まで食べた回数っていうのは、まあ、10回、十回前後とかだと思いますね。はい。はい。終わります。